さに私のふるさとの英雄坂本龍馬さんの心を描いた一曲でございます。しかし私はこのブラジルの地に来て思いました。水野涼さんもまさしく坂本龍馬さんであったのではないかというふうに思います。それではお聴きいただきます。イゴッソ魂。Thank you.
今日は特別な趣向を凝らしましてブラジル公演、させていただきたいと思いまして、私の出身地でもあります高知県といえば、今は本当に世界的に人気のあるよさこい祭りでございますけどもね、このよさこい祭りの踊りと歌を皆様に楽しんでいただこうと思いまして、なんとブラジルの高知県人会の皆様にご協力をいただきまして、成長よさこい節をお送りしたいと思います。それでは高知県人会の皆様どうぞ。素敵なコスチュームでございます。素晴らしいですね。私もなるのはありますか？ちなみにどちら、こちら、さあ、それではふるさと高知のよさこい祭りの踊りでございます。清張よさこい節、私の歌に乗せて、そして皆様に、高知県民の皆様に歌っていただきたいと思います。ご存知の方はどうぞ一緒に歌っていただいたり、そしてまた踊っていただいても結構でございます。さらに手拍子もいただきながら参りましょう。よさこい鳴子踊り、いよいよ最後の一曲を歌わせていただきたいと思います。
皆様への感謝の気持ちを込めた一曲があるんです。その歌は本当に皆様が応援してくださるからこそ今の私があり、そしてまた私と共に一緒に歩んでくださる皆様がいるからこそ、こうして私はステージに立ち歌を歌わせていただいております。そんな感謝の気持ちを込めた一曲を最後にお送りしたいと思います。まさにこの一曲は皆様への感謝のその思いが詰め込んだ一曲でございます。それでは歌います。あなたにありがとう。本日は誠にありがとうございました。
今一番頑張っている曲をぜひアンコールで歌わせていただきたいと思います。私の今年の勝負曲です。どうぞ皆様お座りになってお聴きいただきたいと思います。どうぞどうぞお座りください。どうぞどうぞ。お二階さんも長時間本当にありがとうございます。オーベガーオーベガーオーベガー。それでは歌わせていただきたいと思います。東京サンガです。アンコールありがとうございます。